1> m 1 9 0ミリ7 6ト、mm、ル四段砲。m 1 9 0ミリ7 6ト、mm、ル四段砲とは、1902年にロシア帝国が採用した野砲である。この砲は、1902年にサンクトペテルブルク交渉で開発された。この砲は、ロシア帝国が採用した火砲としては、初めて中体福崎を装備した火砲である。製造コストを低下させるために素材には可能な。 限り安価な炭素鋼を使用し、高価な希少金属であるニッケルやマンガン、クロムなどを加えた合金鋼の使用を必要最小限に留めている。ロシア革命で体制が変わってからも、運用と生産は続行され、1931年には改良型の M1900 に30が開発された。m 1 9 0には砲弾に硫弾と硫酸弾、キャニスター弾が用意されたほか あとには、煙幕弾と焼夷弾、毒ガス弾も開発された。M1902 野砲は、日露戦争や第一次世界大戦、ロシア内戦、ポーランドソビエト戦争にて、ロシア帝国軍やその後継組織である赤軍、白軍の双方が運用した。さらに、フィンランドやポーランドなど、ロシア帝国から独立した国々もロシア帝国から一部を接収しており、 ポーランドソビエト戦争やフィンランド内戦などで使用された。M1900 には対戦車戦闘にも使用され、白軍やポーランド軍が使用したフランス製ルノー FT-17 系戦車やイギリス製マーク A ホイペット中戦車などに対して唯一対抗可能な火砲であった。ありがとうございます。